一般社団法人全日本知的障害者スポーツ協会は知的発達障害のある人々のスポーツを統括する団体である日本障害者スポーツ協会に加盟している略称はアニサ前身は2017年に解散した NPO 法人日本知的障害者スポーツ連盟1986年国際知的障害者スポーツ連盟が設立された この組織は知的障害者選手のエリート競技を支援することを目的としており、みんなのスポーツのアプローチをとるスペシャルオリンピックスとは対照的である。1998年当期の長野パラリンピックに初めて知的障害者選手のクロスカントリー種目のみが採用され、我が国初の知的障害者選手のパラリンピック銀メダリストとなった安彦悟を輩出。 その後のパラリンピックにおける知的障害者が参加する競技種目の拡大が期待された。しかし2000年のシドニーパラリンピックにおいてスペインなどで複数の健常者が知的障害クラスのバスケットボール種目に出場資金メダルをさらったという不正行為が発覚し、それ以降は不正行為に関わっていないものであっても、イナズ・フィドの選手は パラリンピックのすべての正式競技から除名排除された。こうして知的障害者のパラリンピック参加への道は再び閉ざされた。その後パラリンピックに知的障害者が復帰するための活動が進められ、2012年に至ってようやくロンドンパラリンピックにおいて陸上競技、水泳と卓球の3種目の復活が認められ、本連盟から選手団が派遣され水泳において我が、 国初となる知的障害者のパラリンピック金メダリストである田中康次大を生んだ。だが次のソチパラリンピック冬季大会においては知的障害者の競技種目は採用されなかった。新川2014年アジアパラ競技大会には男女合わせて285名の選手が派遣された。しかし、その内元連盟からの派遣選手の人員や競技種目などの詳細について、 公表はしていない。だが競技結果の報道から、陸上競技は男子6名女子7名の13名、水泳には男子8名女子4名の12名、卓球に男女各3名で6名が派遣されていることが知れる。ありがとうございます。